皆さんこんにちは、レック専任講師の田中です。本日はですね、担当式の、合格発表、まあ、予備試験ですね、それを受けて、動画を撮影しています。担当式試験突破した皆さん、まずは、おめでとうございます。担当式試験っていうのはどうしても、ね、なかなか苦しい試験で、まあ、過去問をはじめとして、しっかりとした、準備をしなければ、突破できない試験ということになります。まあ、合格率も、そう高くない試験ですから、まずは、担当試験を突破したということについては、まあ、自信を持っていただければと思います。でその一方でですね、これから担当式試験を突破した以上ですね、ここから論文式、口述式ということで、まあ、予備試験というのは、まあ、3つの、試験がありますから、もう本当に天王山という論文式に、これから向かっていくことになろうかと思います。私からはですね、やっぱりどうしても伝えたいことっていうのは、もうとにかくなりふり構わず、最終合格に向けて、この時期は勉強していただきたいというのが、まあ、一番大きいです。さまざまな方法論であったりとか、まあ、精神論であったりとか、まあ、そういったものはあるとは思いますけれども、もうとにかく今まで勉強してきたことをしっかりと、形にしていくという意識で、勉強していただきたいと思っています。まず担当式を突破したという以上は知識面には問題ありません。皆さん、担当式試験、まあ、もちろん一般教養という、ね、要素はありますけれども、7科目についてしっかり学習をしてきているということになります。学習の進捗状況、様々あるとは思いますけれども、これから計画を立てていく、もしくはもうすでに計画を立てて勉強に向かっていく中でですね、とにかくこの2ヶ月間が、勝負であると、まあ、いうことをぜひ、踏まえてね、頑張っていただきたいと思います。でなぜこの2ヶ月間が勝負かというと、まあ、やっぱり担当式っていうのは、まあ、受けていく中でですね、まあ、今年もまあ1万人強ですかね、もっと受けているかもしれませんけれども、まあ受験生としては1万人を超える受験生が受けている中で、今回担当式を突破した受験生は 20% の壁ですね、論文式の 20% の壁を超えていこうと、まあ、いうふうに思っている、向かっていくと思います。でこの 20% を超えた場合ですね、口述式試験、それからその後の、担当論文口述というこの口述式と、それから司法試験、そして最後の実務家になるための2回試験、これらはすべて、まあ、過去の統計になりますけれども、まあ、90%、95% という形の合格率の試験になっています。まあ、司法試験に関しては、ね、全体合格率というのがありますけれども、予備試験、受験者ですね、予備試験合格者の、司法試験合格率というのは極めて高いということを考えると、ここで論文式試験を突破できればですね、まあ、放送実務家の道がつかめるという、試験の、今位置づけになっています。まだ、十分な勉強していないという方であっても試験は一発勝負になります。特に、今回ですね、まあ、論文式試験というのは10科目ありますけれども、まあ、10科目しっかりと一つ一つこなしていくことが、重要になってきます。で特にですね、まあ、法律実務基礎科目と選択科目、この2つについては、受験生の多くが、手薄になっているところです。まあ、担当式試験の、直前ということになると、これらの科目というのは、十分に学習していなかった受験生も多くいると思います。その分ですね、本当に差がつきやすい科目になります。特に選択科目については、昨年、初めて、実施されて、まだ過去問の蓄積がない中で、まあ学習していくことになりますけれども、おそらく多くの受験生の皆さんは司法試験の過去問ですね、司法試験の過去問を中心に選択科目の対策をしていくということになると思いますし、まあ、実務基礎科目についてもやはり過去問の重要性というのは非常に大きいということになります。この3科目についてはですね、もちろん7科目ですね、法律基本7科目についても司法試験予備試験の過去問というの位置づけは非常に重要になりますけれども、残りの3科目については特にですね、しっかりと勉強していただければと思っております。特にこの時期ですね、まあ、やっぱり不安になる方も多いと思います。実際に勉強がまだ十分に進んでいない、もしくは思ったほど時間が取れないということで、不安になる方、多くいると思います。ただ、まあ、合格者のほとんどはですね、この不安の中乗り越えて、合格を果たし、そして最終的に実務家になっています。まあ、振り返ってみるとですね、私もですね、予備試験の論文式試験に向かうときには、まあ、十分な自信を持って受験したというわけではなかったです。まあ、知識にも穴もありましたしね、まあ、実際に時間内に答案が書けるかといった点も、不安の中で受けていました。ただ自分が、絶対にこれ譲ってはいけないなと思っているのは、そのもう最後まで書き切る、そして、対策という点で言えば、試験に、受けてですね、それが終わった後にもう悔いがないぐらいにも勉強しよう、そういう意識では勉強していました。でおそらく合格者の多くの方がその意識を持って、勉強していると思います。もちろんですね、もうこれから、受験される皆さんは、勉強にもう邁進するということになるとは思いますけれども、まあ、折れない心を持って、しっかりと勉強していただければと思います。
で特にですね、過去問であったりとかですね、模試であったりとか起案機会が多くあると思います。残り2ヶ月間の中のその起案の機会というのは一つ一つ大切にしていただきたい、大切にしていただきたいと思ってます。どうしてもですね、特に模試だったら丸々2日間使って勉強する、その丸々2日間使って勉強するところをですね、模試を受けて、実際にやっていくっていう、まあ、実地経験みたいなものを取っていくわけですけれども、まあ、その機会は非常に貴重だと思います。ですので、まあ、模試もそうですし、これからの一つ一つ、勉強を重ねていくときに、その最終的な、論文試験をですね、しっかり意識した上でですね、勉強を進めていただければと思います。残り2ヶ月間大変だと思いますけれども、ぜひ頑張っていただければと思います。私からのコメントは以上といたします。